はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。子供がいるな。ファイナルファンタジー2ピクセルリマスター第6回やっていきたいと思います。で、船を手に入れてレイラが仲間になりました。ただ4人目の仲間とか、やっぱ弱いよね。まあ、主力3人がかなり強いので、先へ進んでいきましょう。帰れ、こっち来んな。いや、そんな帰れって言われても、あ、まだいる。お母さんに言いつけてやる。なかなか元気なガキじゃないか。宝箱を回収しよう。コテージ結構いいの入ってんな。え、広くね、普通に。あれ、いた。私はこの子の母親です。息子がご迷惑をおかけしたようで申し訳ありません。私の主人は竜騎士だった。帝国軍に殺されてしまった。生き残ったのは私たちだけ。最後の飛竜がいます。何かを伝えたいようですが、私には飛竜の言葉が分かりません。ペンダントがあれば飛竜と話すことができる。北へ行ったところに飛竜の洞窟がある。あそこの地下に行ってみてください。飛竜と話すために必要なペンダント。竜騎士たちは勇敢に戦った。ですが皇帝は卑怯にも飛竜の飲み水に毒を入れた。飛竜たちはもがき苦しみ鍛えていった。竜騎士は次々と帝国に倒された。一緒か。お兄ちゃんいい人たちだったんだ。僕はまた帝国のやつらかと思っちゃったよ。飛竜、この部屋今ぐっすり眠っている。もうすぐ死んじゃう。大きくなったらお父さんみたいに竜騎士になる。おう、でかい。訪ねよう飛竜まあ話せないんで、ちょっとディスト城を漁りますか。敵は出てこないはずなんで。フェニックスの本、スタンの本、ストップの本、カーズの本。魔法ばっかだなユニコーンの角。え、何それ。何の効果があるんだ。ちょっと一回整頓しよう。自分でじゃなくてアイテム。バスナか。いらないな。超いっぱいある。目薬、金の針、毒消し、賢者の知恵、十字架、聖者の心、トンカチ、ウィングソード。あ、ウィングソードって、あ、でも炎の槍にはかなわないよね。で、あと謎アイテムがちょっとあったんで、賢者の知恵、知性を最高にする石。ああ、戦闘中だけってことか。精神を最高にする水晶。まあ、ボス戦で使いましょうってことだな。それでは北の洞窟へ向かいましょう。敵がいっぱい出てきた。ホーリーレベル5までいったけど、はっきり言って割に合わん。一掃できればいいけど全然ダメだ。弱すぎる。5も使うんだよ。だってもうこれでマジックパワー10も使ってんじゃん。116とかね。ホーリーでこれだからね。結構本があるから売れば金にもう困らなそう。いやー、でもやっぱり100くらいまではちょっと魔法を使っていこう。レベルを上げるっていう意味で。1上がってもなんかそんなに強くなんないからね。ナイフはレベルアップ。ナイフくらいくれてやる。使わないから俺が。ディストの洞窟、230ギル。しょぼい。アンデッド系が多いな。ホーリーが効くだろうって聞かないんだよね別に。これ2回唱えるとやっぱり熟練度2倍上がるのかな。てか今上がってんのかな。魔法は別になんかないと思うんだよね、敵のランクとかで。ここ竜騎士の亡骸。傍らに何か落ちてる。竜騎士のペンダント。ペンダントゲット。じゃあ帰ろう。ペンダントをお持ちしました。洞窟の地下には飛龍の産卵場所、命の泉。え、まあ話を聞けと。飛龍から、飛龍、君たち一族の敵、帝国軍を倒したい、力を貸してくれないか。飛龍に名前はないんだ。先の戦いで受けた毒が全身に回ってしまいました。私はもう長くありません。え、最後のお願いがあります。この卵を北の洞窟にある命の泉に沈めてきてほしい。飛龍の卵は残された最後の一つ。急いで命の泉に沈めなければ干からびて死んでしまう。重そうだな。行く途中で戦闘中とかに落として割れそう。早く。ああ、わざわざ話しかけるたびにわざわざ起こすんだ。じゃあまた洞窟へ戻りましょうかね。ではディストの洞窟再び。エーテル、ダイヤシールド落としたんだけど誰だわからんけど、ちょっと見てみよう。いや、なんか変わんない。ここら辺なんか変わんねえんだけども、なぜだ。ダイヤにしとこう。なんとなく黄金の盾も変わんないよね。レイラに装備させるか盾、まあ、黄金の盾くらいいいよ、あげるよ。なくなってもしょうがない。デーブなんと5体。あ、もうホーリーちょっと控えないと。マジックパワーが、回復用のマジックパワーとかを取っとかないとね、いけないから。あ、またトネチだ。まあいいや、この戦闘が終わったら戦うに切り替えよう。倍速は前のやつを同じ行動を取るからね。ホーリーが上がってる。で、宝箱。ここはもう戦う、まあ、ぶっちゃけ戦うのが強いけど。レイラがやっぱ火力不足だな。縦レベルアップ。モンスターアダマンタイマイ4体はめんどくせえ。これはちょっとブリザードで後ろから倒しながら、どうだ246か。全体ブリザードかけるか。ちょっと下にしてブリザード全体にやって、レイラは全然戦力外だからな。1体倒した。あと攻撃でなんとかなるかな。氷の弓って頭のタイム効くのかな。5重視か。もう全体にすると一気にダメージ量減るからな。まあなんだろう、聞いてるんだか聞いてないんだかよくわかんない。またダイヤシールド。アダマンタイマイか、ダイヤシールドくれたの。聖者の心、賢者の知恵、炎の弓。ここ宝箱地帯だな。来るの結構苦労したのに。帰ろ。これ、あ、テレポがねえや。マリアしか。で、コテジ使おう。もう1個手に入れたし、快適そうなんだか快適じゃないんだかよくわかんないけど。部屋いくつあるんだろう。4つあるのかな、ちゃんと。まあ2つでもね、男男女女で分かれられるから。あ、そうか、回復したからまたホーリーのレベル上げができる。さっきホーリーレベル上がったからね。ちょっと威力を試してみよう。で、今度は右へ行く。さっき左へ行って宝箱地帯だったから。ホーリー6だよ、もう。549強い。ホーリーの出番はない。で、ディストの洞窟2階。ヒルギガス。こいつやっぱ厄介だよね。硬いし。6レベルの、おお、変わってる。150に50くらい攻撃力上がったか。ただ強いかって言われると別に強くない。攻撃してた方がよっぽど強いキルギガース。エフェクト3ごとに変わんのかな。縦レベルは4、まあ、熟練度全然なくても割とすぐ上がってくね。敵が多い。136か150は結構高めだな、乱数的に。118とか変わんねえじゃん、レベルごと。じゃあこの宝箱を回収して、ミスリルアーマーかモンスター。グリーンソウル、グリーンは初めてだよね多分。ただこの火力の前では敵ではない。ってかレイラでも一発で倒せるし。魔術の杖、これって使うとなんかある？ちょっと見てみよう。どこだ？2つ持ってるし。使うとサンダーの方か。サンダーレベルいくつで発動するかだよね。ちょっとやってみよう。レイラで使おう。ただ使うだけで大丈夫だよね。敵全体か。サンダー5。弱え。ゴミくずだな。これはやっぱ知性影響するか、自分の。役に立たないってことは分かった。で、橋があります。落ちます。落とされます。でデジョン使います。あ、いけない、いけなくなってる。悲しい。え、戻ってきたけどさ、ここどうすんの。いや落ちるよね。いやマジで分からん、意味不明すぎんだけど。デジョンで戻ろう。いやさっきもやったけどさ、え、何これマジでどうすればいいの。ダッシュとか関係ねえし。分かった、こっちじゃねえんだそもそも。とりあえず逃げよう。もう今ひたすら逃げてる。いや 100% 逃げられるからね今のところ。こっちじゃなくて宝箱あったな。逃げる方が早い。こっちにも階段があるわ。逃げるで素早さとか上がってくれればいいんだけどね、さすがにそれはない。イエローソウル6体とかもう相手にしてられん。ミスリルの盾でこっち側に出てきたから逃げて先へ進んでいく。硫酸の瓶、これも魔法系アイテムかな。毒素でダメージを与える。ギガントードを使うのが出てきたんだけど倒そう。余裕だな。扉はここ。お、なんかいる。しかし俺の敵ではない。キマイラ、卵を狙ってる。なるほど、俺はおびき出されたというわけか。ここで4体いいんじゃねえかよ。先制攻撃。ちょっと一応放りとないよ。226。いや硬いな。ターンで1体ずつ倒すと。151か、それなりにダメージを与えてくんね。炎7。まあちょっとレイラが微妙だけどヒットポイント的に。まあでも耐えられるは耐えられるからね。これで終わりのはずだ。ナイフレベルアップ。よし、卵を沈めよう。そっと沈めた。これで OK か。じゃあテレポで出ましょう。再びディスト城。最後のヒリも死にましたって。マジか、言ってる間に死んでしまったのか。飛龍が死んじゃった。いなくなってる。マジか。で、俺はどうすればいいんだ。とりあえずアルテアへ帰るか。では再びアジト。ゴードンに話しかけるか。ヒルダは今いないからね。ヒルダの様子が変なんだ。なんとか話しかけても笑うだけ。王の血がショックだったのだろうか。私にはどうしていいのか分からない。一度って話をしてくれないか。いいだろう。で、王女はここにいて、ここで中断取ろう。まだ大丈夫か。ここで中断取ろう。話しかけます。あなたに話がある。私たち外に出てる。そばに来て。王女、早く来て、じらさないで。お色気シーン。かかったな、不良にいる。貴様、王女じゃないな。化け物め。ラミヤク、ゲッ、先制攻撃だ。やるじゃないか。153。ゲッ、寝た。まあいいや、火力で押し切る。でも押し切れるか。そろそろちょっと確かにきつくなってきたよな。誘惑9。寝てるし。あ、混乱が優勢。ギャー、これは593とか超やばくないか。誘惑、いや誘惑がやべえ。あ、治った。よし、倒した。やっぱり状態異常だな。きついのは15000切りっていうかね。こいつね、リボン落とすはずなんだよね。それをちょっと粘りたい。まあ守りの指輪でいいでしょう。レイラずっと見てたのか。女は怖い。大変です。パラメキアで開かれている闘技会の賞品がなんとヒルダ様だそうです。私も一緒に行かせてくれ。ヒルダを助け出したい。指揮官さん、あんたの気持ちは分かった。反乱軍はあたいらで何とかする。安心していってきな。よし、賞品はもらった。今度こそ本物のヒルダをゲットする。ゴードンもちゃっかりついてきて。ライバルは2人か。ガイは多分関係ないか。女っ気なさそうだし。てか闘技場ってどこだ。敵の本拠地に向かうのか。死ぬでないぞ。いろんなこと言ってきたがお前さんたちが好きだった。今更何言ってんだこいつ。王女が変だとは思っていた。闘技場には皇帝自ら出向いているという話。だその闘技場がどこなんだ。パラメキアの場所、カシオンのずっと南。なるほど。カシュオーンの南ってことは一回カシュオーンまで行って、そこからチョコボで移動した方が良さそうだな。シド戻っている。いや、態度が変わらん。助け出してやったのに。まあいいや、カシュオーンに行こう。これでカシュオーンまで行って、結構距離はあるからね。で、チョコボの森はもうこの1箇所しかないんで。いや、めんどくせえ。もうここら辺の雑魚敵とか。ゴードン弱くね。こんな弱かったっけ。100しか当たんねえんだけど。ちょっと装備見よう。ってか俺が与えてあげた装備どうしたんだあいつ。ふざけんな。トライデントやるか。じゃあブロンズの盾とかミスリルの盾が余ってっからお前これにしろ。で、アーマーなんて装備しなくていいんだよ。銀の胸当て、コテもいいよ。で、守りの指輪か。そうか、守りの指輪をとりあえず装備させよう。おお、強いじゃないか。これでいいや。でチョコボの森でチョコボを捕まえて、でカシュオンの南で砂漠があって、砂漠の敵は強いよって言ってたよね。どこだ、ここだっけ。これ降りたらあれだからね、闘技場っぽいよね。ちょっと一回入るだけ入ろう。闘技場だね。まあそんなわけで、じゃあとりあえず今回はここで終了して、次回はこの闘技場からやっていこうと思います。一旦仲間に離れるキャラは本当装備剥いどいた方がいいね。2回目仲間になった時もすっげえしょぼい装備しかしてないんだけど、まあ、これは一つ勉強になりました。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。